雑になってなきゃいいですけどね。ライブの前からなんかもう始まってるみたいなこと言う、ね、そうもう YouTube とかにね上がってるやつもこの辺からもう全部載ってますからね。そうなんです。じゃあそろそろ、はい、いきますか。はい、あ、お疲れ様、家から応援してますね。頑張ります。そう、今日ねちょっとパッションさんがちょっとね体調悪くて自由が丘の方まで来れなかったものですから、うん、今日はこの2人でねやっていきたいと思いますので、はい、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは始まりましょうかね。はい、はい、それでは皆様こんばんは。こんばんは。シマーク自由が丘店のミニインスタライブ、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、いい拍手ですね。はい、はい、今日のテーマはテーマは何ですか。テーマがね何も決まってなかったものですから。です。自由お題ですね。そうですね、うん、ちょっともういろいろご紹介、うん、ということでですね、はい、いろいろ入ってきたりとかしてますので、はい、まあ、今着る秋っていうところですかね。うんですね、うん、そんな感じで、はいはい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでは一本目。なんかさっぱりと、そこのパンツがなかなか良かったので、ちょっと自由が丘でもご紹介したいと思います。こちらチェックのパンツで、これがまたすごい綺麗でして、これか、うん、大丈夫です、すいません、こちらのパンツですね。そう、サイズが36、38、40で3サイズご用意あるんですけど、このチェックのパンツが結構サイズあるんですけど、割とあの後ろゴムの感じで3サイズあるんですけど、もう少しサイズ感拾えますね。40だとなんか11号13号あたりまで拾えるんじゃないかなっていうくらい後ろが伸び伸び伸びて、でこのなんかウエストのリボンがまた効いてるんですね。このちょっとしたところなんですけど、このパンツのシルエット結構かっちりめなんですけど、少しなんか可愛らしいみたいな、でも上をもう今着る感じにしたかったので、さらっと T シャツで、でもちょっと足元に重さ持たせたいのでショートブーツで合わせています。でこの感じに、あの前回目白のライブでご紹介させていただいたこのチベットラムファー、フェイクのチベットラムの
ベスト、これリバーシブルになってるんですけど、こちらを着せて、なんかこの感じでさらっと、なんか良くないですかっていう。なんか今だからこそこういう事例をちょっと半袖の T シャツの感じでさらっと使うと、またなんかもっと実際秋とか冬に入ってから着るよりも今からこの感じで見ていただくのがいいのかなと思いまして着せてみました。でこちらのベストがこの黒と、あと青色違いはこの後新谷さんが着て出てくるのかあのジレのムートン、あチベットラムの、うん、あとあとお色違いが出てくるんでその時にあるあ、着ない、うん、あ、じゃあそれは後で来るのか、あ、じゃあお願いします、ちょっとしゃべる。そう、この感じで割とあの全体的にコンパクトに収まったので、少し大きめのバッグとこのショートブーツでガツンと重みも足してあげてって、そうするとなんかいつもだとここに太ベルトとか仕込みたくなるんですけど、なんかこのパンツについてるリボンの感じでなんとなくまとまりがいいんじゃないかなと思って着せてみました。でこのリボンもなんかしっかりしてるんですよね、こういう感じでヘロヘロしてないです。ヘロヘロしてたら嫌ですけどねで、センタープレスの効いた感じのパンツで、結構全体あの綺麗めのパンツなんですけど、ちょっと可愛らしさとカジュアルな感じで、少し着崩すじゃないですけど、かっちりさせつつもちょっと着崩した感じのコーディネートにしてみました。あ、お色違い出てきます。ありがとうございます。黒はこっちに、はい、あります、あります。お色が4色ございまして、今着せてるのがアイボリーで、このベージュと、まあ、ブラウン すいませんと、この黒の4色で、リバーシブルになってるのでちょっとひっくり返して着せてみますね。あ、爽やかです、ありがとうございます、もっちーさんそう、今日はちょっとガヤガヤしないのでコメントいただけるとありがたいですあ、今日はちょっと新谷さんと2人だけなので、そうですね、ちょっと着替えてる間とか静かになっちゃうのでそうね、もうなんかそういった感じで、あ、で前には一応ホックがついてるのでちゃんと締められますね。まただいぶイメージが変わりますけど、こういった感じで、でこれ自体が風通さなくて、これ内側になるとあったかいですよね。なんかね、まだね、あったかいという言葉に、ま、うんみたいな。ああ、確かにね。そう。
でもなんかもうこの辺は売れているので、うん、結構売れてますよね。もう出始めてますよね。うん、なんか T シャツとかっていうより、うん、ね。そうそうそう。本当にこの辺はこの辺もそうですけど、あ、かわいい。ね、この色でもなんかいいですよね。またなんかこのパンツが結構いろんな感じに合わせやすいので、この茶系のちょっとリバーシブルのムートンベスト、意外とリーズナブル、結構ね、リバーシブルなのに、なのに、なのに、そうっていう感じですね、うん、あとね、すごい作り的にも綺麗に、うん、作られているという。そうなんですよ、ちゃんと裏返しになってもしっかりとと、この黒ですね。あ、少し空きめいたらすぐに売り切れてしまいそうな良いアイテムですね。ありがとうございます。そうなんですよ、ね、マチさんです。あ、マチさん、もう、ま、でもまさにその通りで、ね、本当に今がちょっと異常に暑すぎるんですけど、もうちょっと平年5度くらい低いんですけど、逆に今の時期乗り越えたらなんかもう一瞬で冷え込みそうな気も感覚ですけどするので、ずっと言っている小時さん、そう、もうここ乗り越えたらすぐ下がると思うので、結構この辺は重宝していただけるんじゃないかなと、今のうちにちょっと目をつけていただきたい、そんなアイテムですね。もちろんこのパンツもね、結構このやっぱりムートンジェレの感じに注目がいきがちなんですけど、このパンツ、あのシルエットがすごい綺麗なので、今ショートブーツで合わせてますけど、スリッポンの感じで綺麗だし、おすすめです。そんな感じで1本目なので、さらっとお値段の方行きたいと思います。はい、こちらのフェイクムートンのリバーシブルのベスト4色ですね、こちらが1万8700円になります。で、こちらのチェックのセンタープレスのパンツですね、こちらが17,380円になります。もうおうちでお洗濯も簡単にできる感じで、もうすぐ履いていただけますね。で、少し地がしっかりしててウールが多少入ってるので、今まあこの T シャツにこの感じで、もうなんかこれだけでちょっと秋っぽく履いていただけます。で、こちらのフライガールの T シャツもやっぱり暑いので動きがいいですね。まだこちらが13,200円が10,560円になっております。もうそれ白だけしかなかったんですよね。 そうですね、この白だけになりますよね。ラインストーンの感じとかすごい綺麗な T シャツで、綺麗ですよね。なんかこれからもちょっと使っていただきやすい感じのデザインになってるのでおすすめです。そんな感じで新谷さんお願いします。はい、ありがとうございます。どう、
ません、お待たせしました、じゃんじゃじゃん。私もとりあえず、1本目、うん、1本目はこのもう本当にシンプルな感じで、ね、でもいいんですよね、これね、いいですよね。なんかちょっとあのパンツのサイズ感は大きめなんですけど、でもなんかこれ大きくてもいいのかな、ポッケないんであれなんですけど、なんか割と生地感が大きさを許してくれますね。ですよね、なんかこういう、そうです、生地感の大きさを許してくれる、そういう感じなんですけど、これはもう本当にこれなんだろう、何でしたっけ、お素材がね、ウールが入ってない分、うん、でこのちょっとポンチョみたいなこのこういう四角い感じのこの形なので、もうすぐに、まあ今本当に暑いのであれなんで、ね、ちょっと熱々なんですけども、本当涼しくなればすぐに、うん、ですごい真冬になったら中にロンティー着ていただいてもいいのかなっていう、あ、なるほど、うん、感じですよね。ちょっと帽子のかぶり方が慌ててかぶったのであれなんですけど、だからこれ、このニットが04ナイロンポリエステルな感じなんですけど、これあの新しいメーカーの、うん、ヒラっていうメーカーさん、すごいあのなんだろうな、すごいシンプルなんだけどすごく綺麗でね、すごく なんかもう触りとかもすごく綺麗のよくって、仕立てと素材感がめちゃくちゃいいですよね、ここね。そうなんですよね、わーってね、わーって感じですよね。ありがとうございます。でも本当になんかで、このフライガールのこれはパンツなんですけど、はい、なんかこの色感わかるかな、ちょっと濃く見えちゃうかな、あ、そうかな、このぐらい離れた方がいいのかな、なんかこの素材感とね、このボタンの具合とかが、うん、なんかすごいちょっと昔風だけど今時な感じがすごい素敵かなって思ってこれを着てみました。近づいた時の色がなんか一番それっぽいですね、うん、本当ですか、このぐらい、ね、なんか絶妙な色なのでね、パンツがね、こんな感じでね、すごく形的にもね、このニットの形これ出しちゃうとこんな、もう本当に四角い、うん、細身のデニムと着ていただいてもすごい良かったり、もう本当にドシンプルな感じなんですけどね、うん、うん、でも素材の良さとなんかこのですね、あとなんか首のカットの入り方とかもいいですよね、うん、そうなんですよ、なんかこの切りっぱなしのようなこのカットされた感じ、そう、なんかただ大きいだけじゃなくて、うん、まあ、そういう細かいところ、生地感とかですよね、もう本当にすごいいいメーカーさんなので、うん、なんかちょっとやってみたいなって思いました。で、これが色違いがもう本当シンプルに、うん、紺色と黒になります。そう、今着てるのが紺色、ね、紺色で黒もすごくおしゃれなんですね、これ実際こんな形、これすごい細身ピタピタパンツと履いていただいてもいいですね、多分かっこいいと思います。で、お値段の方がこのニットの方が 36,300円、うん、でこのパンツの方が 29,700円ですね。なんかね、上このシンプルな感じでまあまあいい感じのお値段にはなるんですけど、なんかやっぱりそれなりに素敵感がいっぱいあるので、実際に見て、そう、触っていただくと納得いただける感じのですよね、はい、なんかかわいい、かわいい、いい感じ、綺麗、どこのって、これは、ヒラっていうイタリアのメーカーでしたよね。そうですね。上がヒラのニットで新しいブランドですね。ですね。で、下がフライガールのパンツです。パンツはね、一色ですね。うちでやっているのは。そうですね。一色だけですね。はい。で、以上です。
れば。早い。早い。小月さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そう、いい感じになるんですよね、このニット。これがね、綺麗ですよね。そう、本当形が綺麗で、で、僕も引き続き平野のご紹介を、腕が追いつかなかった、すいません。こちらのニットも平野ニットになります。これがまたインダーなんで、かね、この着流した感じでもうそのまま綺麗なんですけれども、ちょっとウエストマーク出るとで、もう本当この生地感だと着流して綺麗なんですよね。すごい肌触りが良くて、で、透けないですけど、ちょっと薄地の、本当もうなんかこの厚さがなくなったらすぐ着ていただける、真っ先に着ていただけそうなニットになります。感じでちょっと、これしばらくこうやってインして飾ってはいたんですけど、シワとか全然ならないですね、この生地。ちょっと軽くお出かけするくらいの感じで颯爽と着ていただきたいなっていう提案ですね。この感じでいかがでしょうか。また先ほど新谷さんが着てたのとはちょっと形が違って、あ、でも一緒か。一緒か。新谷さんが着てたのと同じ形ですね。ごめんなさい。こういったお袖になって、もうスーパーフリーサイズですね。で、まあ、先ほどちょっとゆるっとした軽いワイドの感じだったんですけど、今回はもうピタッとしたパンツに合わせてみました。この色感がわかるかな、ちょっとわかりづらいかな、ね、よいしょ。ちょっとなんか青空みたいな感じなんですけど、ちょっとグリーン、薄いグリーンとか水色とか青がなんか綺麗にちょっと水彩のような感じで混ざって、柔らかい色味の綺麗なニットですね。で、生地が割と薄手なんですけど、どう透け感とか一切ないので、ほんとさらっともうすぐ使っていただけるニットになります。そう、空みたいなんですよ、まさに。
これは綺麗ですよ、ね、でお色違いっていうか柄違いになるんですけれども、こういった感じでなんかレオパードじゃなくて何柄だろうみたいな。でちょっとこの青の周りも薄いちょっとグレーみたいな感じで縁取りしてあって、なんかちょっと立体感のある柄のこういった色もございます。ちょっと着せてみますね。でも肌触りがめちゃくちゃいいですね。これ本当にいい生地なんだなっていう。重たくないですし、先ほど言ったようなこの首のカットの女性らしさとかがなんかすごい良くて、グレーとベージュだと濁るかもですね。あ、でも綺麗か。白パンとかでも綺麗ですし、このくらいがいいのかな。ちょっと形の良い肌触りの良いニットなので、これはぜひ直接見てお試しいただきたい、そんな一品ですね。ではそんな感じでさらっとお値段の方いきたいと思います。こちら平野ニットですね。こういう感じでなんか首元とかキリッパっぽい感じの仕立てになってますね。ちゃんと押さえてあるので全然問題ないんですけど、なんかこの始末もすごい綺麗なんですよね。こちらのニットが49,500円になります。どちらも同じお値段ですね。49,500円になります。で、こちらのキーラベントのアウトポケットのパンツ。これもやっぱりいいですね。これがあるとやっぱり着流した感じでも全体まとまりが綺麗なのでおすすめです。こちらのパンツが31,900円になります。でちょっと足元チラッと主張してるこのゴムのニットゴムみたいなこちらのスリッポンが34,100円になります。これも履きやすくてめちゃくちゃおすすめなのでぜひぜひという感じですね。それでは新谷さんお願いします。はい、なんだかこう大丈夫ですか、間に合ってます、ね、間に合ってるんですが、はい、はい、ではお願いします。はい、なんだかこういいのかな、
でも好きなんですっていうフライガールさんのこのなんだろう上下セットアップなんですけど、ちょっと頑張って着てみました。これ何千鳥でもないですよね。これって千鳥ではないですね。ないですよね。でもなんだかこうこの柄こういう柄なんですけど、見えます？画面で見えてます？まだ追いついてないですね。でもなんかな何柄なんですかね。見えてるかな。あ、見えてますね、なんかすごいねかっこいい。この襟の空きと実際お襟はこんな感じなんですね、でボタンはないんですけど、この形がすごく好きで私はね、いい形ですよね、一応セットアップでこうあるんですけど、なんかすごいかっこいいんですよ。なんか前立ての部分とかしっかり、そうこのねこの前のこの感じが、それでちょっとパンツがうまい具合にこう変にゆったりめなので、もうちょいこうピタッと履いた方が多分これは綺麗なんだろうなとは思うんですけど、ちょっとね自由が丘店にあるのが44サイズだった、いちご店に42サイズがあるんですよね。なんか微妙な感じなんですけど、なんとなくなんだろうこれエレガントじゃなく、なんていうのかな、なんかわかんないんですけど、これ細身が普通にちゃんとするとこんな感じ、うん、なんかすごいなんかかっこいいビシッとしたように見えて、でもちょっとそう見えてこんな感じなんですよ、ね、お袖はなんかこの柔らかさ感が柔らかい雰囲気だったり、なんだかこれすごいいいではないでしょうかと思いました。あ、うん、そうでこのブラウス違う、これブラウス全部出すとこんな感じなんですけど、なんかそれでもいい感じですよね。これでも可愛いですよね。なんか可愛いですよね。これでもで形が出来上がってるんですね。ちょっとダーツの入った感じとかね。ですね。でこれがブラウスがこの普通のノーマルなタイプ。もうこれすぐ今すぐちょっと熱いかな。ていただけるタイプになります、うん、なんかねなんかわかんないこの色具合とこの雰囲気がすごい好きなんですよ、うん、私もうなんか可愛いんだけどって思いながらなかなかこううまく伝えできないかな。そうまたね、あなんかいっぱい、うん、あかっこいいって柄が小さいのであまり柄を着ない方にもいいみたいで、そうそうなんです、あ多分そうですよね、私がそうです、あ店頭でお問い合わせとかいただいてるんですね。うーん、あそうそうシワにもならないですしねこれだとね、うん、ですですです、すごい着やすいんですよね。このブラウスのね形この襟のこの襟焼きがなかなかこれイタリア製なブランドさんなんですけど、イタリアの、まあちょっとイタリアンの秋ですけど、そうそうそういやらしくなくって、いやらしくないですね。そうなのこの秋がすごく好きなんですよね。ただまあ気になるとかいう方いらっしゃっても全然直すことはね少し閉じるのもできるので、うん、ただこの秋できてほしいですね、うん、あの中にタンクトップとか入れていただくとかっていう着方はありかな、うん、ですね、うん、と思います。できればこの秋はこの秋で着てほしいですね、うん、でなんかすごく素敵なんですよね色とか、うん、色の雰囲気が大好き。ちょっとパンツが大きい感じなんであれですが、どうしたらいいのかな、あかっこいい、あ、ありがとうございます。でこちらのお値段の方が、ブラウスの方が2万5300円、
パンツの方が24,200円ですね、はい、あとこちらのこちらの形違いのブラウスの方が29,700円ですね、はい、こんなかボタンもちょっと可愛いんですよね。あ、ね、なんか今日言ってましたよね。こんな感じ見える？なんかちょぼっとね。うん、なんか石みたいな、なんかこうこのこんな感じ見えてますかね。なんか形が面白いんですよね。ちょっと下の方にすぼまってる不思議な形のボタンですね。うん、っていうことです。はい、ありがとうございます。はい。なんかこれ、本当すごい素敵なお洋服なんですよね。うん。ね、なんか大盛り。なんかね、上下でいい感じですよね。はい。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あ、でもかっこいいな、これ。いい感じですね。ね。3本目にしてえらいさっぱりな感じのコーディネートになりますけど、あ、画像が不鮮明ですので見せていただきたい、見せていただきたいって柄がちょっと見えづらかったみたいですね、ごめんなさい。あ、こちら失礼いたしました。こういった感じのなんて言ったらいいんだろう台形と三角形が交互になってるみたいな、そう、結構細かい柄になってますね。で、まあ、フライガールにいつもの光沢のある金ボタンの感じで、で全体だとこの感じの結構細かい柄になってます。こういう感じですね見えましたでしょうか。ですね。大丈夫ですかね。はい、では次はこんな感じですね。ちょっと今このジレの感じ結構いろいろ入ってるんですけど、またいいので、でまあ普通に、まあ、半袖長袖の感じに着ていいんですけど、ちょっと今着ていただくのにもう肩のない感じで、こちらブランベールの綿のニットベストで合わせています。でもう下はイスコの白のデニムで、もう白白でつなげちゃった上にジレで合わせてみました。
割とすっきりしてるので、なんかこのシルエットの感じも またすごい綺麗なんですね。で、背中のこの揺れ感がまた生きてくるので、中が結構シュッとしていますので、ちょっとこの感じ、今着るのに、本当に今着るのにいいんじゃないかなっていう。このスパンコールのニットベストがデニムとの合わせが最高にいいんですよね。ありがとうございました。生地感が分かりました。素敵です、ありがとうございます。さっきのブラウスですね。そう、あのテロッとしたちょっと光沢のある生地感がとても綺麗なブラウスですね。で、まあ、このジレでいいんですけど、今最もご紹介した感じのものが今日ご紹介されていないじゃないかと思う方がいらっしゃると思うので、こちらですね、羊革のリバーシブルのコートで合わせたいと思います。中は色シンプルにしちゃってるので、こういう配色のものとかがすごい映えますね。これ羽織っていただくにも、中が今お袖ないので、なんかすぐに使っていただけそうかなって思って、この合わせでやってみました。いかがでしょうかっていう感じですね。で、ちょっと他の形もねご紹介したいんですけど、このフード付きのショートだけに打ちなってしまいましたので、今日売れちゃったんですよね。ね、皆様かっこよかったですね。本当ですよね、本当に。で、リバーシブルなので、もちろん赤の方を表にしてもいい感じですね。黒の方がちょっと生地に光沢のある感じで、赤の方はマットな質感になっているので、赤でちょっと光沢あるときつかったりするんですけど、こっちだと赤を表にしていただいても、なんかむしろ素敵、赤を表目に着たくなるような、そんな、なんかね、この赤がまたすごい綺麗な赤なんですよね。そうなんですよ、自由が丘は赤黒しか入れてないんですけど、赤黒が一番いいと思ったら、やっぱりそう、やっぱりなんかそれだけのあれがあるかなっていう、赤の感じがね、すごい綺麗ですよね。うん、赤のボタンとすごいいいんですよね。シルクレザーって新鮮ですって言っていただいてるの。あ、ね、なんか見ていただきましたか。あ、見てなかった。白とレザー、うん。あ、ありがとうございます。ね、なんか白の感じでね。で、なんかこうやってレザーでビシってやってもきつくならないじゃないですか、この感じだと。中はぜひ間近でご覧いただきたいくらい良い色ですよね。そうなんです。本当にいい色なんです。本当にすごいいい色なんですよね。なんだろう。シュワッカみたいなシュッポいやつじゃなくて、
赤なんだけど、あの濃すぎない、深いんだけど、可愛いんだけどみたいな、みたいなね、すごい可愛さも入ってるんですよね。大人っぽすぎない感じの、そうそうそう、そこですよね。でも可愛い、かっこいい、変に安っぽい感じの赤でも嫌じゃないですか。なんか塩梅の具合がすごいんですよね、この赤の。赤黒一択なの？そう、赤黒一択しか自由が丘がないです。そうなんです。もう花からやっぱり赤黒っていうので、ね、なぜかしら。でもなんか本当に、うん、いいと思いますっていう。そう、でこちらちょっとラスト1枚一重なってしまったので、やっぱりいいですよというおすすめですね。そうね、本当に、うん、とりあえずマップが1枚になっちゃったみたいな感じなですね。こっちはフード付きの、フード付きっていうか、まあ、フードくっついてるんですけどのちょっと短丈の方になりますね。こちらが短い方ですよね。はい、あともう15センチ、膝が隠れるぐらいのお丈だったので、うん、ですね、まあ、15センチ、まあ、20センチ近いかくらい丈の長いやつは。目白の赤黒はどの形でしたっけ？襟？もう私もどうしようもないんですけど。ただちょっとこれはもう本当お早めにお手つきいただけるといいですよ。そうですね、本当にすごい綺麗なので、うん、おすすめです。やっぱりね、ちょっとまだ暑いからって言ってね、スルーされるね。このタイプですね、メジラさん。あ、このタイプでしたか、ダブちゃん。はい、うん、そう、やっぱり暑くてって言ってスルーされる方、気に入っててもスルーされる方多いんですけど、やっぱり早い方はね、もうね、そうですよね、やっぱり、うん、あのファーのベストもやっぱり動いているっていうのは。あ、そうですね、ファーベストもそうですし、うん、なのでやっぱりこの辺はスタンドカラーは、パパーのが、は売れました。スタンドカラーももうなくなりまして、今お見せしている方だけになります。今日パンパンって2枚もう売れちゃったんですね。そう、ありがたいかも、ありがたい、こんなに暑い時だったんですけど、うん、で別にライブがどうこうとかじゃなくて、見ていただいて買っていただいたみたいな感じなので、やっぱりライブ見ていただいている方は、うん、やっぱり早めにちょっともう見ていただいている特権みたいな感じでね、うん、していただけるといいのではないかと思います。で、やっぱりここまでね、紹介しておかないと。まだ自由が丘でしてなかったので、オリジナルのペイズリー柄のデニムのブラウス、こちらでもちょっと合わせてみたいなと思います。あれ、僕今デニムって言った？ペイズリー柄、ペイズリー柄って言いましたよね。怖いな。なんか僕今無意識で変なこと言わなかった。怖いです。ペイズリー柄の包帯のブラウスですね。今嬉しいですね。はい、ありがとうございます。そうなんです、ありがとうございます。本当なんかね、こんな暑いのにそれを見ていただけたっていうのが嬉しいですね。もうね、なんかそれだけで嬉しいですよね。ね、感じでオリジナルの包帯シリーズは飾って紹介しているんですけれども、
ちょっと白もね、ご紹介はしておきたかったので。もいいですけど、やっぱりうちのオリジナルいいでしょみたいな感じ、うん、でも本当これ何だろう、どうしてがいいんだろう、すごく綺麗なんですよね、この白のね、この、うん、なんか皆さんが絶賛されてたのがすごいよくわかる、この柄のいい柄なんですよね、なんか黒は黒ですごいね、華やかというか、なんていうの、黒もなんかちょっとゴージャス感のある感じですけど、すごいゴージャスなんですけど、こういうその白のなんかすごい色の入り具合がすごく綺麗なんですよね、なんかバランスがいいですよね、ごちゃごちゃしないで、あとこういうカシュクールのタイプもございます、カシュクールのワンピで、でこの、まあ、ベルトがついてるんですけど、ベルトしなくても形が出来上がってるので、これを首に巻いていただいてもまた素敵です、でお色違いがこの黒ですね、でこの分かりますかね、この折り柄になってるんですけど、ちょっと折り柄は分かりづらいかな、あ、この感じ、黒地のところ見ていただくと分かりやすいんですけど、生地自体にもう柄がついていて、その上からプリントの載っている感じのブラウスになります、でちょっとハリってした感じの生地感なので、またねこういう結んだ時とか、こういうたごみ感の出方がちょっと今まであったブラウスの感じと少しちょっとイメージが変わりますね、そんな感じですねあれ、お値段まだお値段いってないですね、まだでしたよね、はい、ではお値段いきたいと思います、はい、こちらの羊皮のリバーシブルのフードの、こちらはショートのコートですね、こちらが113,300円になります、こういう黒地になった時のこういう赤ステッチの具合とか、このボタンホールのところをただ切りっぱじゃなくてちゃんと始末してる感じとか、これがあるのとないのだとちょっと生地の崩れ方とかが違うので、やっぱりボタン通し、どうしてもボタン通してるとね、あ、目白ロングのフードですか、赤黒売れたのがあ、汗かいてるから今あるのがこの赤黒がロングのフードっていう感じですね、っていうことは今ショートとロングのってことですか、ご用意がございます、ね、はい、いいですよでも本当にいいですよね、うん、ショートのフードはブルーの方があるそうです、ああ赤黒じゃなかったあ、ショーロングの赤黒があって、ショートがちょっと内側が青になってるやつあ、なんかありがとう、100点なあ、ありがとうございます、100点満点もらって
そう、これほんといいので、ね、何よりなんか赤黒をしたい。ね、その本当に赤がね、もう本当にいい感じなので。他の色がどこってあれもいいんですけどね、うん、このいいですよね。って思います。はい。こちらが113,300円で、あのロング15センチくらい丈の長い方が115,500円になります。あ、仕立てが素晴らしい。素晴らしいんですよ、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、なんかすごい綺麗にリバーシブルなのに、うん、そう、両面ね、うん、あのなんていうのかな、どっちがメインっていうリバーシブルではなくて、どちらもメイン的なリバーシブルの作りになっているので。そうなんですよ、結構、ね、それがすごいね、綺麗だなって思いました。なんだかんだあれリバーシブル喜んで購入されたけど、なんか結局片面しか着てないわみたいな話聞いたりするんですけれども、これなんか喜んで両面使いたくなるような、使いたくなるんだし、あの両面がメインなんですよね、結構。そうそう、だから片面で黒の赤いラインで、裏はちょっとなんかこううまく出てないなっていうんじゃなくて、裏もすごく綺麗に、黒は出てないんですけど、すごい綺麗に撮ってくれてるのが、仕立てが素晴らしいです。そうなんです。そうなんです。ですね。はい、ありがとうございます。でも本当そうなので、ね、なんかね、そんな感じがしました、うん、で、こちらのオリジナルの包帯のブラウス、こちらのペイズリーが、ペイズリーの方は27,500円になります。ちょっと白地にいろいろ色が混ざったタイプと、黒地にちょっとオレンジと白みたいなタイプで、ちなみに他にも柄があって、柄っていうか、まあ生地感そのものが違うんですけど、形は一緒ですね。こちらのなんかちょっと立体プリントみたいなボタニカルお花柄のタイプ、こちら27,500円ですね。こっちは張り感じゃなくて柔らかさ、落ち感の出るタイプですね。で、あとこちらですね、袖ぐりは普通でしょうか、コート。袖ぐりは、あ、割とあのそんなに太くもなく、あの最近の細い感じでもなくって、うん、そうですね、ある程度、うん、アームの幅は確保されてて、割とあの普通にセーターとか着れる感じのアームで、手首までそのまんまの太さで筒になってますね。で、袖口の仕立てはこういう感じですね。そうなのでね、うん、そんなにピタピタでもなく、割と程よくあの着ていただける感じですね。で、あのかといって、うん、上にウールのコート羽織っていただいても邪魔にはならないならないタイプだとは思います。そう、太すぎず細すぎずみたいな、ね、だから皆さん割とおっしゃるのが、この季節だから薄いものの上に着て、うん、入るんじゃないかとかっておっしゃるんですけど、うん、そこまでのピタピタではないのでですね、割と余裕あります、うん、セーターでも問題なく着ていただける。ありがとうございます。とんでもございません、ありがとうございます、ね、そういうちょっとした疑問ってね、うん、結構ね、嬉しいです、ありがたいです。割とゆったりめですよってパターンの相手は、うん、
ファッションさん。そうですね、本当ピタピタじゃなくてちょっとゆったりしてるので、もうセーターは何でも中に着れます。で、あとこちらのブラウス、これがちょっと分かりづらいかな、あ、見えるか、このちょっと金糸使いになってて、ちょっと切らんと、金糸のラメの四角がまばらに飛んでる感じのデザインになってて、あの先ほどのこちらとこちらはあのカシュクールのワンピースのタイプがあるんですけど、こちらのブラウスのタイプがちょっと生地の生地がもうなくてブラウスタイプしか作れなかったものですから、ちょっと貴重な一品になりますね。どれも貴重なんですけどね、オリジナルで作ってどれも貴重なんですけどね、はい、こちらのブラウスが 29,700円になります。これもテロテロ、ね、そのテロテロ感もまた可愛いんですよ、可愛いというか綺麗なんですよね。ですね。で、これドルマンの生地になってるんです、お袖になってるんですけど、全然コートとかもたつかず羽織っていただけますね。だったって表現が分かりにくいです。ピタピタ、ピタピタ、どこで表現したっけこれのお袖かな、なんて言うんだろう、もうピタピタってでもそのまま皆さん分かっていただけると思うんですけど、まあ、あの脇が狭くないなんて言うのかな、こう窮屈に着るとか着れないとかっていう感じのピタピタですよね。ウエストピタピタで入りにくいとかっていうじゃないですか、あの感覚のピタピタなので、多分女性の方は分かっていただけると思うんですけど、その、あの汗でとかもあるし、ね、ギュッて入りにくいなっていうタイプではないっていうことですよね。それで多分ピタピタって使ってると思うんですけど、うん、あれ、そうそう、 T シャツとか薄いカット層でしか着れない感じじゃなくて、ちゃんとセンターとかでもあのちょっと厚地のしっかりしたセーターの上からでも羽織れるようなお袖になってます。アーム、あの滑りが悪くないっていう感じかな。そういえば、うん、分かりやすいかなっていう感じなんですけど、多分女性の方皆さんピタピタにもうお腹がデブってピタピタとかっていう言い方するので、多分、うん、そう、あの腕も太ってピタピタとかっていう感覚のピタピタなので分かっていただけるかなって思います。はい、まあ、ゆとりのあるお袖ですね。それです。です。で、なんだっけ、あ、こちらのイスコデニムのこちらのパンツが 18,480円になります。なんかね、割と上のブラウスがしっかりしてるので、下はこのくらいのこれ薄地っていうか、まああんまり厚くならないデニムの感じで合わせていますね。あんまり生地しっかりしすぎるとちょっと全体が秋も半ばみたいな感じになってきちゃうので、下はこんな感じで合わせてます。あと最初にご紹介したスパンコールのブランデールは、スパンコールが最初に着せてた感じ、ちょっとみんなもう忘れてるかもしれない。こちらのブランベールのベスト、そう、これがまたいいんですよね。綿100だったかな、あ、綿95のポリエステル 5% ですね。まあ本当タイムリーに着ていただきたいニットベストになります。こちらとまあ普通にカラーデニムです、デニムの感じで今タイムリーにいい感じです。こちらが 28,600円が20,020円になっております。そんな感じですかね。はい、では最後に新谷さんお願いします。はい、いやでもこのコートいいな
コートね、それはいいと思います。このコートいいな、やっぱり。よいしょ。最後、あ、最後なんですね。最後にちょっと申し訳ない。いや、でも、なんか、じゃんじゃん。またこんなふざけた登場の仕方になりましたが、このスカートがすごいかっこいいスカートが入ってきたのでご紹介したくて。そのスカートね、可愛いんですよね。よくね、見ていただくと、これ色分かるのかな、分かりづらいかな、グリーンなんですね、深いグリーン。あ、そうそう、これで見ていただくとモスグリーンと、モスグリーンっていうんですか、これで分かるんじゃないかな、分かりますかね。すごい綺麗な、柄がいまいちはっきりしない、すごいおしゃれな柄な、亀甲柄でもないんだけど、亀甲柄を斜めに伸ばしたようなでもすごい素敵な生地感と、一応これもポリレイオンポリウレタンっていうお素材ではあるんですけど、なんかこうすごく素敵な生地なんですね、うん、でそれのスカートの形がまたなんかこう、これね、またちょっとね不思議な感じで、なんかなんていうんですか、これ足目、アシンメトリーなんかラップ風な、ラップ風になっているっていうか、でこのぐらいにするとすごい分かりやすいのかな、うん、でもこれ足めくれないですよね、めくれます、あ、これはこの辺まで、あ、まあでも結構ありますよね、めくれる感じではあるけど、でもでもでも全然、まあよほどのことがないよね、そんな感じではないんですね。そうで、このタンクトップはいつものもう大人気のタンクトップ、うん、ですね、うん、あ、去年のパンツスーツの柄と似てますか、フライガールですか、フライガールです、そうです、似てますよね、私すごい好きだった、多分パンツスーツね、またちょっと上着これないのかな、上着ね、ちょっと今のところパンツとスカートしか着てないです。パンツもいいけどスカートも素敵って、ね、このスカートすごい素敵な形なんですね。で若干ちょっとおサイズが44サイズ落ちにあるのが、そうですね、なので、うん、長さがね割とちょっと落ち着き目にはなるんですけど、本当はこのぐらいなんですよ。あ、割とありますね、安心丈ですね、うん、うん、ですね、かっこいいお丈ではあります。ネオンカラーのグリーンまだあるのですかって、あります、これがラストかな、出てきた感じのやつですね、 V の方ですか、ね、はいですね。でこれでちょっと一折りしてみまして、でですね、この上にこのなんか今年なんかよくなんだろう、雑誌とかでもそうですし、この濃ゆいグリーンと、うん、ネオン的なグリーンの合わせって割と見るので、なんかすごい綺麗だなと思ってやりたいなと思ってやってみましたね。言ってましたよね、なんかグリーンの組み合わせがすごい目につくみたいな、ね、そうそうそう、それがすごくかっこいい感じだったので、うん、でちょっと今ね下が黒っぽく見えて分かりにくいんですけど、すごいおしゃれじゃないかなって思って着てみました、うん、それとですね、これにですね、なんかちょっといいですか、すいません、お、なんか上着あるかなとか思ってたんですけど、これにこれでもなんだかかわいい発見でしょ、なんか不思議な、うん、そう、でもすごいかわいい、かわいい発見なんですよ、この色白っぽい方にしたんですけど、これ今日ご紹介した、うん、まだしてないです、まだしてないですね、なんかそう合わせてきたか感ありますけど、そうなのしてない、うん、なんかすごい可愛いなと思って、うん、この感じ。そしてですね、これ普通に、うん、ね、これはもう皆さんのね、目白のもっちゃんライブとかでもご紹介させていただいているので、うん、
見ていただいている方はね、あれがご存知。そうなの、これがまたこのね、なんかちょっと羊ちゃん。なんかね、そっちの感じも可愛いですよね。可愛いでしょ、なんかプードルさんみたいな、羊ちゃんみたいな。よいしょ。なんかボリュームが下に入れ替わるだけで全然雰囲気変わりますよね。雰囲気変わりますよね。で、これでちょっとこんな感じで着ていただいても、でこれ後ろ姿はもう本当に普通にね、ブーツとこの、ジレなんですけど、ちょっとこの前がこんな感じがかっこいいし綺麗だし、色がね、色合わせがいいのかな、うん。腕出してチベットラム風のジレ羽織るのまるでミラネーゼって、あ、寝ましたうまい、ケイさんおめでとうございます。ミラネーゼ、ミラネーゼ、なかなかね、なかなかね、できるようでできないけどやっちゃいましょうって感じなんですよ ね。ムートンとネオンカラーの組み合わせ楽しいです ね、可愛いと思います、うん、意外と可愛いと思います。このネオンの感じがとても素敵です。いやありがとうございます。好評。いやでも本当かわいい。本当に意外に意外でかわいい。すごい意外だったそうね、何着ようって迷ってたんですけど、迷ってこれ選んだっていうところまでは知ってたけど、実際に僕見てなかったもんですからうん、ね、なんかそれとね、それと、うん、ちょっと待ってください、すいません、いっぱい使っていただいて。これのどっちだっけ？どっちだっけ？これだったらつまんなかったかな。まあどっちも着てみたらいいじゃないですか。ね、うん。なんかちょっとね、またこいつってもうバカじゃないって思われがちなんですが、でもね、なんかね、かっこよかったんです。このちょっともういかれた感じが。お見えてます？よいしょ、あ、そうきたか、そうそうそう、何気ないんですけど、全然何気なくないんですけど、全然何気ないって言ってる人はいないと思うんですけどなんかこれがまたね、すごい私的にはちょっと着替えながらハマってて、ナイスコーデって、あ、本当ですか？さっきの方かな、かもしれないですね、なんかわかんない、なんかこのこの具合、あ、これ、私、ウエスト上げて、こんなもんか。これ短い方ですもんね。短い方なんですよね。ちょっと長い方だともう少し。もう少し下が隠れる感じなんですけど。そうか。え、ダメかな。でも、これを、え、反対で着てみましょうか。これ皆さんに意見聞いてみますかね。そうですね。3P ですよね、これ。でもなんか、この皮の、上着って、なんか、何でも使っていただけそうで、赤がどぎつくないですからね。そうなんですよ、そうなんですよ、喧嘩しないので、え、ダメかな。赤内側の方が収まりいいかな。収まりいいですかね。え、でもなんか、長い方はちょっともうなくなってしまってるので、長い方だとちょっと収まりは万全と思うんですけれども、この色具合ちょっときつくなっちゃうの？これって。いや、赤が前面にあるよりかはそのくらいの方がいいですかね。いいのかなって思いますね。なんかね、なんかこの上着は本当に何でもいいから着れます。っていう感じの、そうそう、なんかこういうスカートでもいいかなっても思いました。でまたそれ結構身幅ゆとりあるコートであるんですけど、ウエストのシェイプが綺麗に効いてるんですよね。あ、そう、程よく効いてるんですよ。あのギュンギュンっていうんじゃなくて、バツバツじゃないんですけど、そう、この感じなんでね、この高い位置、ちょっと高めの位置でちょっと入る感覚がすごく綺麗、嫌味なく綺麗なんですよね。そうなんですよね、うん、でなんか生地のハギでなんかシェイプ作ってる感じがまたいいですよね。そうなんです。もうこれだけです、これだけなんですよあ、本当に今回一応ね、最初のね、あれではこれだけ
ね、そうですね。あとまあ目白の方に赤プロロングがあるみたいなので、はい、ただいいですよやっぱりこれ。よかったです。で、お値段の方が、うん、これもいくらでしたっけ、どこだ、このタンクトップが、あ、なくなっちゃった、そう、1万5400円が今いくらでしたっけ、すいません。後ろに置いてるかあれもうなかったでしたっけ、すいません、すいません、10,780円ですね。ですね、ごめんなさい。でこのスカートの方が、23,100円ですね。すいません、ごめんなさい、ドタバタしてしまいました。でも白はなくなってしまったんですけど、あ、オレンジもないのか、いや、オレンジ、丸首のオレンジがで、V はピンクとブルーと黒、あれ黒丸入り、あ、本当だ、黒の、あ、黒の V ももうないの、 V は黒ないと思います。あ、で、オレンジの丸入りですね。割と結構なくなってきてますけど、本当今、ね、いいんですよね。今ちょうどね、これ着ていただくのに裏が、あの、T シャツ素材になっているので、うん、すごい着ていただきやすいです。ね、汗かいても汗じみとか出てこないですし、本当にこの暑い時にこの V でかっこよくって、うん、でこのままでブラウスで出る感覚、そうそう、で裏 T シャツなので汗吸い取ってくれてすごい便利なんですよね、うん、本当にこれもうすごいいい感じです、ね、張り付かなくてさらってしてますしね、で本当に、で以上です。はい、はい、あ、これね、ああ、言ってない言ってない。あとオイラもある。すいません。先ほどのこのジレですね。辻ちゃんが、24,200円。でこれがアイボリー、うん。このお色がアイボリー。意外とリーズナブルですよね。そうそうなんです。この長さで、リバーシブルで2万とですからね。24,200円ですね。あと、うん、このブラウン、うん、ブラウンのリバーシブルと、あとこれか、グレーでしたっけ、これグレーですね、ちょっとマチャポールっぽい、グレーとこの感じです。これもいいですよね。ね、その感じでも良さそうですよね、ちょっと、うん、ね、とこちらの3色になります。これもおすすめです ね、 ね、使っていただきます、かなり、なんかもう本当使って早くから使っていただきますよ、うん、ということで以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、以上ですかね。はい、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、うん、はい、はい、この子の子、あー、すごい、うまい、やば、なんかだ、かわいい、でもしっかりしてますよね、これね、しっかりしてるというかね、うん、なんかかわいいんですよ、やっぱで今、うん、本当、うん、ノースリーブの感じで合わせていただいていいので、うん、おすすめですね。この感じで、ほら、こうすると、こことここに。ないよ。あ、なんか言っていただいてる。あ、そう、ファッションさんを大事にって、あ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。早く元気になれ。ね、本当。はい、盛り上げてもらっていけないねって言って、ね、ありがとうございます、本当に、はい、はい、それでは皆様、今晩もご視聴いただきありがとうございます。
次回は多分明日、うん、シマーク目白の方のインスタグラムで夜8時からライブやりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、皆さん風に気をつけてくださいと本当にね、本当にそうなんですよね。もう結構割と今みんな、うん、そうちょっと体調崩しがちな時期なのかな、暑さなのかなみたいな感じですけど、うん、ですよね、はい、あ、お疲れ様でした。かっこよかったです。ありがとうございま す、ね、よかったと思います。ぜひ自由が丘の方に、ね、あですね、本当に遊びに来てください。本当ね、紹介しきれてないくらいにもの、ね、いっぱい来てますのでね、本当に、うん、何時間あっても足らないですよね。足らないですね、うん、全部来たくなります。4時間スペシャルとか疲れるぞ見る方が疲れる。そうです、もう嫌になるって感じですよ ね。はいはい、お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、それでは今晩もご視聴いただきありがとうございます。それではいきます、せーの、 This is a fashion。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。ね、本当皆様体調にはお気をつけてファッションを楽しんでくださいね。ありがとうございます。失礼いたします。